アリハント級原子力潜水艦アリハントは、インド海軍のアリハント級戦略原子力潜水艦の一番艦である。アリハントとは、サンスクリット語で敵を打ち倒すものを意味する。2017年2月に、ハッチの閉じ忘れで推進室が浸水、修復作業が行われている。インド海軍初の国産原子力潜水艦である。2009年7月26日浸水。 2013年8月9日に原子炉が臨界に達した。1960年代から先進技術館の名で開発を進められていたインド発の国産原船で2009年7月26日のネームシップの浸水によってその存在が明らかになった。全体のデザインにはロシア攻撃原船の影響が感じられるが注目すべきはセール直後に K-15SLBM を搭載している点で、ミサイルの射程は 700km と短いが、完縮分上は戦略源泉となる。4隻建造予定と伝えられており、ロシアから取得予定のアクラ級原子力潜水艦と合わせて、インド海軍の潜水艦勢力造成が今後、注目される。 二番艦のアリガントは2017年11月に区収益。2017年2月、艦内が浸水する事故が発生。ハッチを閉め忘れたまま行動したことが原因と報道された。2018年現在も腐食したパイプの交換などが行われており、復旧には1年以上の時間がかかっている。その後、2018年11月修理が完了し、任務に復帰。 最初の戦略パトロールが行われたことが発表された。スペックは公式発表されておらず、推定値である。ありがとうございます。